前回の動画では、P1 哨戒機とアメリカの P8 ポセイドンの機体性能を比較しました。どちらも P3C の後継機として開発したものです。P8 は、ベースが旅客機 B737 であるため、P3C よりも航空を飛んで、早く現地へ向かえますが、これは P1 も同じです。P1 の機体性能で優れたところとして、現場に到着してから低空を安定して長く飛べること、風防が大きい平面ガラスのため、視界が広くて見やすいこと、床下の武器スペースを十分に取れて、大きなウェポンベイを確保できたことなどがあります。哨戒機は、旅客機から改造されるものが多いのですが、P1 は専用で設計したため、自衛隊にとって、かゆいところに手が届く理想の機体ができたと言えるでしょう。今回は、P1 哨戒機の2エンジン編です。搭載されている F7 エンジンの性能、特徴のほか、1960年代から求めていた推力5トン級エンジンの研究開発についても解説します。F7 エンジンの設計。1970年頃、P2J 哨戒機の後継となる哨戒機 BXL を国産開発しようとした。その際、機体の開発はできるものの、エンジンは練習機サイズのものしか国産ではできておらず、外国製エンジンから選ぶ必要があった。また、最も肝心な対潜戦システムについては、十分な性能のものを開発できる見込みがなかった。ロッキード事件との関連やアメリカの圧力など様々な説があるが、国産機開発は中止され、B3C の導入に至った。このような経緯もあってか、防衛省では、今度こそは、哨戒機を国産開発できるよう、対潜戦システムやエンジンの開発に取り組んだ。後に、F7 エンジンの開発へつながる、高バイパス非エンジン技術の研究を1998年から開始、2001年度から、次期固定翼哨戒機用として、XF7-10 エンジンの開発が行われた。設計にあたっては、すでに、試作済みの実証エンジン XF5 のコア部を流用することでリスクを下げつつ、短期間での開発を目指した。F7 エンジンの特徴。F7 エンジンの特徴として、1、高バイパス比、2、騒音、有害物質の低減、3、十分な電力供給が挙げられる。前に、XF9-1 エンジンの解説をしたが、その時のような圧縮機、タービンなど部品ごとの解説まではせず、ポイントを絞って特徴を伝えたい。高バイパス比。本エンジンの開発は、高バイパス比エンジン技術の研究という名称で始まった。そこで、高バイパス比とは何なのかを解説するため、まずは、ジェットエンジンの説明から入る。ジェットエンジンは、エンジン前方から吸気口、圧縮機、燃焼室、タービン、排気口で構成されている。前方の空気を吸い込み、それを圧縮し、燃料と混ぜて燃焼させることで発生するガスを、後方に、勢いよく排出することで、前へ進んでいる。F7 エンジンは、ターボファンエンジンというタイプで、ジェットエンジンの前に、大きなファンがついている。航空機のエンジンは、排気速度が、飛行速度よりやや速いくらいが、空気抵抗が少なくて、最も効率がいい。そこで、ターボファンエンジンでは、燃焼した内側の排気と、外側のファンで加速した空気で速度を平均化して、燃費を良くしている。ちなみに、燃焼した内側の排気ビーと、ファンで加速した外側の空気への比率をバイパス比という。旅客機などは、高バイパス比、戦闘機などは、低バイパス比のエンジンを使っている。F7 エンジンでは、バイパス比を高くするために、いくつかの方法が検討された。ターボファンエンジンは、つて紫色に塗られた、1、高圧圧縮機、高圧シャフト、高圧タービンの軸と、緑色の2、ファン、低圧圧縮機、低圧タービンの軸、2軸で構成されたものが多い。燃焼されたガスをタービンで受け、高圧では速く、低圧では、ゆっくりとした回転数で回るようになっている。さらに効率よくするため、中圧を加えて3軸にする方法があるが、構造の複雑化、重量の増加につながり、そもそも、流用元のエンジンが2軸であるため却下された。他の方法としては、ファンの後ろに減速ギアを加え、低圧の軸とは、別に、ゆっくりとファンを回す方法も検討された。
短期間での開発が必要であったため、これも採用されなかった。その結果、二軸で低圧圧縮機のついた構造で高バイパス化をすることにした。ただし、この構造では、ファンをゆっくり回すと、低圧圧縮機もゆっくりと回って、必要な圧力が確保できなくなるため、バイパス比をあまり高くできない。F7 エンジンでは、バイパス比8以上を目標として開発が進められた。エンジンの開発にあたっては、先にも述べたように XF5 エンジンのコア部分、高圧圧縮機、燃焼機、高圧タービンを流用し、ファンの要素技術と組み合わせて進められた。ファミリー化という開発手法である。ただし、一部変更を加えている。高圧圧縮部を8段に、燃焼機の長さを約3センチ延長、高圧タービンを2段にしている。F7 エンジンは、まずは、地上据え置き型エンジンとして XF7-1 を開発し、目標の性能、推力、燃費、バイパス比を達成。ただし、これは、空力性能や構造の健全性を確認するためのもので、約 3700kg と思い。次に、重量 1240kg まで軽量化して、飛行可能な XF7-10 を開発し、目標性能を達成した。推力6トン級エンジンの中では、世界最高レベルのバイパス比を実現し、非常に優れた燃費性能になった。騒音、有害物質の低減。低騒音。エンジンの排気音は、排気速度の8乗に比例する。F7 では高バイパス比としたため、ファンで加速された空気が排気を包む量が多く、排気全体の速度を下げ、エンジンから発生する騒音が抑えられた。さらに、ファンダクトの壁面に、吸音材を多く貼り、ファンの回転で発生する音を抑えた。プロペラ機の P3C よりも騒音が小さくなったという。このように低騒音に取り組む理由の一つとして、基地周辺住民への配慮がある。実は、かつてのターボファンエンジン、例えば、C1 輸送機のエンジンなどは騒音が大きく、基地への導入反対運動が起こったことがあった。そのため、P3C などのプロペラ機以外は使用しないと、周辺市に通達を出していることがあり、P1 のエンジンでは、できる限り低騒音に設計する必要があった。有害物質の低減。F7-10 エンジンでは、実証エンジンよりも燃焼機出口温度を 100°C 下げるとともに、燃焼機を長くして、温度の不均一を少なくして、高温部品の長寿命化につなげた。また、温度低下は、有害ガス、NOX 排出量の削減にも寄与し、旅客機の排出基準、ICAO を満たしたものになった。十分かつ安定した電力の供給。哨戒機は、多数の電子機器を使用し、潜水艦や水上艦の探知、追尾をする。そのため、十分な電力を安定供給される必要がある。例えば、P8 ポセイドンの場合、原型機の倍の電力量まで発電機を増強している。発電機の駆動にあたっては、ジェットエンジンの高圧軸から動力を抽出している。エンジンの回転数は変化するため、一定の周波数で発電するためには変換装置が必要となる。P1 では、発電機の手前に、無段変速機トラクションドライブ式 CVT を設置して、エンジン回転数を低速にして、一定の周波数で発電できるシステム、TIDG-R を搭載した。これは、川崎重工の開発したもので、動力伝達効率、信頼性に優れ、1機あたり 90kVA、4機のエンジンで、P8 と同量の 360kVA を発電できる。エンジン4機の搭載。P1 の特徴の一つとして、4発エンジンが挙げられる。経済性が重視される旅客機では、エンジンの信頼性向上もあり、総発が多い。P1 は、陸地から遠く離れた海上を短期で長時間哨戒するため、エンジンが故障してもすぐには戻れないし、任務を中断できない場合もある。そのため、1故障でも任務継続、2故障でも飛行継続という考えで設計され、たとえどこかが故障しても、最小限に影響を抑えて作動できるようにされている。その考えから、エンジンは4機搭載となった。1機あたりの推力は小さくなるが、既存のエンジンでは、適切なものが見当たらず、国産開発することとなった。ただ、他のメーカーがあまり作らない推力5トン級エンジンは、
国内の航空技術者、特にエンジニアが開発の穴場としてずっと狙っていたものではないかと思う。というのも、1966年頃には YS11 の後継機 YS334 エンジンとして推力5トン級ターボファンエンジンの研究開発を国内メーカー3社が国に働きかけている。また現在の IHI である石川島は次期哨戒機 PXL4 エンジンとして TF12 という高バイパス非ターボファンエンジンを試作している。 PXL の開発中止により TF12 の用途もなくなったが、これは後の FJR710 のベースとなり、現在の国内ターボファンエンジン技術の基礎となっている。1960年代後半に構想した推力5トン級の哨戒機用エンジン。約40年越しで F7-10 として実現した。本エンジンは、先に述べた XF5-1 のコア部分を活用しているほか、FJR710 をベースとしたファン技術。国際共同開発による CF34 で培った低圧タービンの技術、将来エンジン要素研究施策で得た低圧圧縮機の技術から成り立っている。国産のジェットエンジンは、練習機用の小型のもの以外、量産する機会はなかった。要素研究、試作エンジンの設計、製造などの自主開発路線と、海外エンジンのライセンス生産の両輪で技術を高めてきて、ついに小型ではあるが、世界最高レベルのバイパス比を持ち、非常に優れた燃費性能の推力6トンターボファンエンジンを量産できるようになった。今回は B1 のエンジン編ということで、 F7-10 エンジンの特徴、その技術的生い立ちについて解説しました。陸から離れて長距離を哨戒するため、高端性を考慮し、推力6トンのエンジンを4機搭載。同クラスの中では世界最高レベルのバイパス比で、非常に優れた燃費性を持ちます。その他、鳥との衝突に耐える強度とし、塩害を考慮した材料を選定。排ガスの低ノックス化、低騒音など環境にも配慮。現在 JAXA の技術を F7 エンジンで実証していて、さらなる低ノックス化、高温・高効率化が期待されています。次回は対潜水艦作戦 ASW の概要、そのために P1 に搭載されているシステムの概要について解説をする予定です。アメリカでは P8 ポセイドン、それと併用する無人機 MQ-4C トライトンが開発されましたが、それを導入すべきだったのか、そのあたりも触れていければと思っています。最後までご覧いただき、ありがとうございます。もし参考になりましたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。